みなさん、こんにちは。日本語の EPG パーチャーラへようこそ。私はラーマーラクシミと申します。では、現氏物語の勉強を続けましょう。今日お聞きになるのは、モジュール26です。では、始めます。誰よりも大切にされ、誰よりも 孤独に震えたという題で今日勉強するのは揚げ巻きの巻きらです。では原文です。腹からなどの今日にむつましきほどなるもなくていと創造しくなん世の中の思うことの哀れにもおかしくもうれわしくも 時につけたるありさまを心に込めてのみすぐるみなればとありますがその現代語訳を見てみましょう兄弟などで気の置けぬ話のできるものもなく体操寂しい思いでいます世の中で感じることしみじみと悲しいことも面白いことも 嘆げかわしいことも、その折々につけて思うあれこれを、いつも胸に収めて語り合うこともない我が身なのです。これは、今中をとろしたオるの言葉です。では、本文に入りましょうね。秋になり、八の宮の一周期が近づきました。う治の川風も悲しく、 吹きつけています。法要の準備のために、カオルが宇治の山荘を訪ねると、姫たちが名工の糸を作りながら、早く亡き父の後を追いたい、と思いながらも、ここまで生きながらえてきたものね、と語り合っているのが聞こえてきました。 カオルは、我が涙をば、たまにぬかなん。私も同じ悲しみの涙にくれる仲間です。と、口ずさみます。準備の合間、カオルは、求愛の歌をしたためて、大いきみに送りました。揚げ巻きに長きちぎりを結び込め、同じところに、 よりもあわなん。名工の糸のあげまき結びの中に、すながいちぎりを結び込めて、糸が一つのところに結び合わさるように一緒になりたいものです。しかし、大いきみから帰ってきたのは、抜きもあえず、もろき涙の玉の鬼、長きちぎりを いかが結ばん、悲しみに耐えず、糸で抜き止めることもできぬほど脆、もろい涙の玉のような消えやすい私の命なのに、どうして末長いちぎりを結べましょうか。前にもまして、かたくなな拒絶の返事でした。カオルは使用人の老女を呼び出して、 やり場のない気持ちをぶつけます。弁と呼ばれるこの老女こそカオルに出生の経緯を語った人物です。なぜあんなにも拒まれるのか、他に異常の男がいるのかと疑わしくなります。私はただ彼女と隔てなく語り合いたいだけなのに、私には打ち明けて 話のできる間柄の人がないので、いつも寂しい思いをしているのです。確かに、カオルには表面上の兄、姉はいても、親子ほど年が離れ、立場上も気軽に話はできません。母、女さんの宮は、親とは思えぬ若々しさながら、今は出家のみであり、 こといえども、来やすくそばにいられない。これまで出会った数多くの女性たちも、薫には気詰まりする相手ばかり。親友の庭の宮は、年も近く気心が知れていますが、つまり親友ですが、思いのままに生きれば人生悔いなし、という本望な つまり思うままの彼にはとても人生の悩みを打ち明けることはできませんでした。父光源氏の遺言もあって世間から大切にされてきたカオですが結局のところ胸の内をほんの一端なりとも打ち明けられる相手は一人もいなかったのです。肉体の連れはあっても 魂の連れがない。カオルは誰よりも深刻な孤独にさいなまれていました。日が暮れてもカオルはぐずぐずして山荘から帰ろうとしません。ミスと病風を隔てて多いみとしめやかに語らいます。夜が吹けるにつれ彼女の優美な魅力は増すばかり。カオルは とうとう我慢ができなくなりました。屏風を押し開け、メスの中へ押し入り、慌てて仏間に逃れようとした大いきを引き止めたのでした。ここで言葉の説明をしておきましょう。名講の糸とは、法要で仏に供養する香りに用いる五色の組糸のことです。 では、この次は、欲しいものほど手に入らないという題で、同じ揚げ巻きの巻きからです。では、原文です。隔てぬ心をさらにおぼしわかねば、聞こえ知らせんとぞかし。現代語訳ですが、部屋に押し入ったことを多い君に しなめられたカオルが、分け隔てなく語り合いたいという私の気持ちをあなたが一向に分かってくださらないので、直接申し上げて知っていただこうと思ったのですよ。八宮大いの父の一生期を前に、うちの山荘を訪れたカオルは、 ミスと病部を隔てて、大いきみと夜更けまで語り合ううち、そのままミスの中へ押し入ってしまう。気配を察知して、隣の仏間に逃れようとした大いきみを、カオルは引き止め、寄り添います。このぐらい透花のもと、彼女の髪がハラハラと頬にかかるのを、 何度もかき上げ、こぼれるような美しさに思わず息を呑みました。彼女の身も心もすべて我が物にしたいと初めてかいま見た時から抱いてきた恋心を真剣に告白します。しかし、仏間に漂う名惑の匂いに我れに帰り、急に 後ろめたい気持ちになりました。泣き崩れる多い君の姿に、彼女が心を開くのを待とうと、カオルは思い直します。秋の夜、峰の嵐も、垣根の虫の音も、すべてが心細く聞こえてくる中、カオルは世の無情を語ります。時折、うなずいて、 返事をする大い君は、だいぶ気持ちも落ち着いて、素直で風情のあるさまです。夜が明け、光の見えた方角の襖を押し開けて、胸にしみる空の景色を二人で見つめました。このように二人で月や花を眺め、無情の世の様を 語り合って暮らしたいのです。と、カオルは優しく語りかけます。しかし、ものの隔てての対面なら、心の隔ては全くなく語り合いましょう。どこどこまでも固くなな、つまり頑固な大い君は、何か心に深く秘めている様子でした。 八宮の一周期が過ぎ、カオルが再びうじを訪ねました。やはり日が暮れても帰ろうとしません。しかも、今晩がチャンスと思っていたのは彼だけではありませんでした。大いきみに仕える女房たちも二人が夫婦になることを望んでいました。それは、 大君の幸せを願ってというよりも薫の後ろ盾を得てこの困窮生活から抜け出したいのが本音でした。そんな女房たちのしわくも手伝って酔いも過ぎた頃カオルは使用人の老女ベンの手引きで大池美の寝室に忍び込むことに成功しました。 姫が一人で寝ています。カオルは胸を踊らせますが、木が動転し途方に暮れている可愛らしい有様から、どうも違うとすぐに気づきました。気配をいち早く察した大い君が妹、妹中野君を残して、どこかに逃げ隠れたのだと思い、 たまらない悔しさがこみ上げてきました。カオルと中の君、二人は何事もなく世を明かしました。中野君も美しい姫ですが、大い君に妹でもよかったのかと思われたくないからです。明け方、カオルは女房たちに恨みことを残して、 そくさと今日へ帰っていったのでした。度重なる王政の失敗で、カオルは身も大えするほどごふとくく、the pain of not getting what one seeks を味わわされたことでしょう。これは仏教の言葉で求めるのが得られぬ苦しみを言います。カオルは今まで さほど努力せずとも、人も羨む地位や名声を得てきました。しかし、それらは光源樹の子であるゆえに手にできたもの。母の不義で生まれたと知った今では、源樹の実子という虚構の上に築かれた幸せはいつ崩れるかもしれぬ不安に覆われ、 少しも喜べない。そんな中、初めて自ら求めたのが、大いきみでした。この恋が成就すれば、こんな自分にも生まれてきた意味がある、と執着しますが、その大いきみの愛一つが得られないのです。大いきみのもとに、帰京したカオルから、諦められない、と文みが届きました。大いきみは、 なぜかいつもより嬉しい気持ちで手にします。実は彼女もカオルに好意を抱いているのですが、妹の幸せを一番に考え、カオルは妹の向こうに、そして自身は仏道を求める身になろうと決心していたのです。一方、どんなに拒まれても大い身を 憎みきれない香るは何が何でも彼女と結ばれたいと一見を暗示ます。それが最も愛する人を苦しめることになるとは知らずに。では、この次は、回り始めた枠窟区の輪という題で、同じく揚げ巻きの巻きからです。では、原文です。シルベセシ 我や帰りて、惑うべき、心もゆかぬ、明け暮れの道。方々に暮らす心を思いやれ、人やりならぬ道に惑わば。とありますが、現代語訳です。これは、カオルが大い君に、再び大星を迫った後です。二王の宮を宇ちまで案内した私が、 逆に迷ってしまうのでしょうか満たされぬ思いで帰る夜明けの暗い道を、これはカオルです。あれこれと途方に暮れる私の気持ちを察してくださいまし、あなたが勝手に道に迷って嘆くのでしたら、と大井君が言います。大井君は妹中野君の幸せを一番に考え、薫が 妹のになることを望んでいます。一方薫は親友の仁王の宮が以前からこの氏の姉妹に興味を抱き熱心に何度も化粧文つまり恋文を送っているのを知っていたので中野君と二王の宮が一緒になれば大井君は自分になびくに違いないと考え行動します。 二王の宮は三の三男で将来の東宮候補、東宮になる資格を持つ人。しかも溺愛する両親から常に厳しく監視され自由に出歩けない身の上。その監視の目を盗み、薫は二王の宮を暗闇の中、うじの山荘まで連れて行き、 中野君のもとへと導いたのです。そのままカオルは大井君と物腰に対面します。二王の宮が中野君の部屋に入ったことを告げ、襖を破れそうな勢いで三度目の王政を迫りました。私とあなたの関係も過去からの因縁、つまりフェイト、デスティニー。これ以上どうにもならぬと諦めてください。 そんな過去からの因縁と言われても見当がつきません。私を困らせないでくださいまし、気分が悪いのでもう休ませていただきます。予期せぬ事態に目もくらむばかりの多い君、辛そうに答える彼女の言葉にカオルは気恥ずかしさと愛おしさを感じ、拒まれるままの馬鹿者に甘んじるのもあなたを 愛しているからこそ、と、それまで力を込めて抑えていた大いきみの袖を離したのでした。夜明けの鐘が響く。カオルは一睡もできませんでした。遅めに起きてきた二王の宮の満足げな表情をカオルはいまいましく眺めました。カオルの死枠は外れましたが、二王の宮は厳しい監視の中、 嵐も押して中野君の元に三日間通いました。当時は男が女のところに三夜通うことで結婚が成立します。大井君にとっては不本意な結果となりましたが中野君の親代わりとして二王宮を向こうに迎える準備にいぞしむのでした。ところが二王宮が 宮に帰ると、勝手な外出はすでに母親、明石の中宮の知るところとなり、監視がさらに厳しくなってしまった。中野君へは手紙だけを送る日々。日本の宮としては中野君を自助扱いではなく、厚遇したいと真剣に考えていますが、氏の姉妹はやはり 移り気な人だったのでは、と不安を募らせます。責任を感じたカオルは、二王の宮を自分の車に乗せて、こっそりと宇治へ連れ出します。しかし、この次に会えるのは、いつになるかわかりません。姫たちの嘆きは深まるばかりでした。大い君と結ばれたら、自分の心は救われる。 彼女を求めるあまり部屋に押し入り拒まれて苦しむ。また押し入って拒まれる。ついには仁王の宮まで動かしたことで帰って大いに拒絶され苦悩は深まっていくばかり。この事態を打開しようとカオルはこの後もさらなる行動を起こしますが動けば動くほど最愛の大いを 心身ともに極限まで追い詰めていくことになるのです。では、このモジュールはこれで終わります。どうもありがとうございました。